シェルビー軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は42,074人であり、2000年の33,337人から26.2%増加した。軍庁所在地はシェルビービル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。シェルビー軍は1792年に設立され、 軍名は、初代ケンタッキー州知事を務めた、アイザック・シェルビーにちなんで名付けられた。インディアナ州にもまたがるルイビル・ジェファーソン軍、大都市圏に属している。またルイビル・エリザベスタウン・スコッツバーグ、広域都市圏にも属している。シェルビー軍は、昔から、禁酒軍いわゆる完全なドライだったが、現在は、ウェットすなわち、アルコール飲料の販売を認めている。 住民投票によって、シェルビービル市街の100席以上があるレストランで、売上げの70%以上が料理による場合は、アルコール飲料の販売を認めるようになった。現在、ケンタッキー州アルコール飲料統制事務所による公式の分類では、モイスト軍となっている。シェルビー軍のモットーは、良い土地、良い生活、良い人々である。シェルビー群に入植した初期の一族は、 メリーランド州ワシントン郡出身のダニエル・ケッチャムのものだった。1784年に入ってきたケッチャムはアメリカ独立戦争の軍人だった。子供が国にいた。長男のジョン・ケッチャムはインディアナ州に移動し政治に関わりインディアナ大学設立のお膳立てをした。別の初期開拓者はトマス・ミッチェルであり、やはり1784年にシェルビー郡に入ってきた。 ミッチェルは1777年12月16日に、バージニア州オーガスタ郡で生まれていた。ダニエル・ケッチャムの娘レベッカ・ケッチャムと結婚し、サウスフォーク・クリア・クリークの水源近くに入植した。第18民兵連隊の将位に任官され、1801年1月4日、ジェームズ・ゲアリド知事が、第18連隊の隊員になった。ミッチェルは、メソジスト教会の牧師となり、 米戦争に従軍した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は386.65平方マイルであり、このうち陸地384.19平方マイル、水域は1.46平方マイルで、水域率は0.38%である。軍内最高地点は、標高1188フィートのジェフサノブである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。